河原日本の古河原日本の古河原では、日本の古代から近世までの河原について解説する。日本の河原は、アスカ時代からの歴史を持つが、そのほとんどの期間において、寺院などの宗教施設か、宮殿、館が城などの政治拠点で、限定的に使用されてきた。また、多くの建造物が木造である日本では、 建築の遺構を発掘しても建物そのものが出土することは非常に稀で瓦や礎石などが主な調査対象となる。こうしたことから古瓦を調査研究することは歴史考古学や建築史の分野で重要な意味を持つと考えられている。一般的に瓦は素材や形状などで分類されるが日本の古瓦においては素材は粘土を焼成した粘土瓦であることがほとんどで 金製になり、金属や石で代用する例が現れる。また、形状については、本瓦がほぼ全てで、三瓦が発明されるのは17世紀後半になる。本記事でも突起ない場合は、粘土製の本瓦について記述する。本瓦とは、緩やかに湾曲する凹面を上向きにした平瓦と、半径の 小さな曲面の突面を上向きにした丸瓦の二種を交互に重ね合わせる瓦である。また、の先に使用される瓦は、画刀と呼ばれる部位が付けられ、それぞれ、の平ひら瓦、の丸瓦と呼び、両者を合わせての先瓦とも言う。上記の名称は建築士屋の足立康氏によって提唱された学術的名称だが、古文書などに記され古来から使用される。 歴史的名称を用いることもある。その場合は、平河原は、女河原丸河原は、男河原軒平河原は、河原軒丸河原は、阿部み河原と呼ぶ。この2種類の呼び名は、昭和初期に名称論争にもなったが統一されることなく、2010年代に至っても、どちらの名称を用いるかで研究者を二分している。本記事では、学術的名称で統一する。 平瓦は曲面を持つ二つの端部に長端がある。長い方を後端、短い型を強端と呼び、高単が水上で強端が自らとするのが一般的である。丸瓦には継ぎ目部分に段差がある玉縁式と段差がない行気式がある。多くの瓦は玉縁式で玉縁部の成形法によっても形式分類される。行気式の場合、 上下で曲面の大きさが異なり、大きい方を後端小さい方を強端と呼び、後端が水下、強端が水上となる。それ以外にも、鬼瓦や守尾に代表される、他種多したような薬瓦がある。軒丸瓦の画頭文様の部分名称画頭部には、画頭文様が施されるが、多くは、藩と呼ばれる木型によって成形される。また同じ藩を用いた瓦は、 同伴瓦という、古代の画塔文様は、レンゲ文が主流である。レンゲ文の中心にある、厨房とその周りの花びらのある、ベンクを合わせて、ナイクと呼び、その外側の文様部分を、外区と呼ぶ。厨房には、ハスコを置くが、その個数によって、1プラス8などと表記する。レンゲは、使用のない、素弁、使用がある、単弁、使用が複数ある、複弁がある。 連弁の間から除く花弁は、魔弁という。外区の文様が二重の場合は、それぞれ内縁、外縁と言い,い、施される文様は、虚子文、主文、雷文などという。以上の組み合わせが、画頭文様の基本的な名称となるが、類似する文様は、霊霊式あるいは、霊霊形などと分類されてきた。こうした類似するを、造営族に関係づけて、 造営氏族の勢力圏を表すという説もある。画頭文様は6世紀末では素弁連下文が主流であったが、7世紀中頃に単弁連下文、続いて副弁連下文に変化し、12世紀頃からは友栄文が主流となる。古河原を通して過去に存在した建築を考察する試みは近世に遡る。元織のり永は、 日の熊寺テラートを訪問し発見した河原について、いずれも布目などつきて、古代のものと見たりと、菅笠日記に記している。近世には、古河原をすずりにすることが流行し、そうした、高塚の関心に応えて、藤士帝館や松平定信、法婚合院の法政誉れ厚しらが河原の脚本を収集して、図録を作成した。特に誉れ厚しが1827年から、 作成した古川ラップは、機内で600点以上の拓本を収集し、画当文様に着目した上で変年を試みている。河原の変年を体系化したのは、関野正である。関野は、古川模様円学校を建築雑誌に連載後、1928年に、考古学講座第五巻河原を観光し、徹底した資料の収集と分析を行い、 寺院の文献資料などと照らし合わせて編年を行った。石田主芸作は1936年に表したアスカ時代寺院史の研究で、いわゆる引き算によって形式分類する手法を叙述した。また藤沢和夫は1941年の石化線出土古河原の研究で、画刀文様を内区と外区に分けて分類する手法を提唱した。戦後になると、 数多くの発掘調査が行われるようになり、研究の基礎資料が蓄積されていく。変年研究は、同伴瓦における、藩の摩耗や藩症の進行、藩の掘り直しなどを観察したり、文様は模倣を繰り返すことで形式化するという概念により、相対年代を判別する、あるいは、制作方法の変遷を追うなど手法により詳細な、変年が試みられ、 古代寺院の研究で成果を上げている。例えば639年創建のくだら大寺の所在地は長年不明とされてきたが、キび池廃寺から出土した河原のがと思うにより、当地が有力視されている。また、繁昌の進行により、薬師寺の造営は、まず近藤から始まり、東東、中門回廊、斎藤の順で行われたことも判明した。ただし、 こうした変年研究に問題がないわけではなく、特に地方においてはこれに当てはまらない事例も報告されており、課題となっている。以上のように、古河原の研究は、形式分類と変年が最重要課題とされてきたが、研究の進展によって、地域間交流や系統論、生産論、流通論にも範囲が広がりつつある。一例として、葉が進むや鬼頭生命、 菱田哲郎などにより、ガト文様の分布から歴史的背景を読み取ろうとする研究や、小林幸夫や大川清などの作り瓦技法の復元や瓦公集団の研究などが挙げられる。瓦の伝来日本を含む東アジアにおいて、瓦の出現は中国の青州時代と考えられる。朝鮮半島には4世紀前半の高句麗に伝わったのが、 最も早く寒大や落老軍の影響が見られる。やや遅れて4世紀後半に、くだらで、河原政策が始まるが、初期には、落老軍や北儀、6世紀頃からは、南朝張りの影響が見られる。白木においては、仏教が公認された5世紀前半から作り瓦が、始まり、高栗、くだら、南朝張りの影響が見られる。 日本への瓦造りの技術の伝来については、仏教公伝とともに、くだらからもたらされたとするのが通説である。日本書記や、元号寺が乱演儀、るきし財町には、五百八十七年に発願した宝光寺の造営に際し、日本からの求めに応じて、くだらの伊徳王が技術者集団を派遣し、その中に瓦博士四名が含まれていたとあり、宝光寺から出土品する瓦も、 ガトウモンヨなどが付与のものと共通点が多く、これを裏付けている。彼らは単なる技術者ではなく、職人集団を育成する指導者でもあった。宝光寺の創建瓦からは、当時の末期製作に用いられる道具が使用された痕跡があり、末期の工人集団が瓦工として訓練を受けていたと考えられている。宝光寺で用いられた瓦は、ガトウモンヨから、 花組、星組と通称される二種類が確認されており、花組は行基式の赤瓦、星組は玉縁式の黒瓦であるなど、制作技術も異なる点が多く、河原公集団には二つの流派があったと考えられている。なお訓練を受けた河原公集団は、その後、花組は立部寺、日の熊寺、坂田寺の造営に、星組は豊浦寺、 イカルガデラの造営に関わったことが、ガトウ文様の研究からわかっている。ただし、蒸気より先行して別ルートで、九州に伝来していた可能性を指摘する説もある。筑前の神の全用で出土した瓦は、中遺跡で用いられたことがわかっており、制作方法は、末期と共通する部分が多く、共犯する器から6世紀末の制作と考えられている。 高校時の瓦と比べて新旧は定かではないが、画頭文様はなく、技術的にも瓦と異なることから、何らかの理由で大陸の瓦を見分し、その情報をもとに国内の職人が真似て作ったものと考えられており、後世の瓦作りにも影響を与えなかったと考えられている。また記録には残されていない別の瓦工集団もトライしたと考えられている。 前述の花組、星組とその系統は、河原港の出身地から、くだ系とも言われるが、豊浦寺で用いられた冬組と称される、有料素、弁八葉蓮華文は、高栗系、短い花びらの中央に軸を有する有料素、弁六葉蓮華文は、小白木系と呼ばれ、イカルガ寺などで用いられた、人道文を排する人道蓮華文は、統一しらぎ、あるいは、 高栗との関連が指摘されている。河原の発展連下文鬼河原607年頃の草剣と考えられるイカル寺では新たに、軒平ひらが創作されている。ガト文様は人道をあしらった唐草文で、平坦に成形したガトを手彫りして作られているが、間もなく、片押しに進化している。平らに手彫りで、ガト文様を彫ったの平平らは、 中国大陸や朝鮮半島に類例がなく、日本独自で発生したものと考えられており、それ以前はの先にも、ガトのない平瓦がわらが吹かれていたと考えられている。その後、7世紀中頃に、軒平瓦がわらを成形する際に、回転させながら、溝を掘る重古門が広く用いられ、7世紀前半に、発生していた藩で、唐草文をつける方式が7世紀末に主流となり、 中世に至るまで続く。639年創建のくだら大寺では、軒丸河原のき丸瓦の画頭文様の外縁に円形ラインを配した重建文苑と、花弁に使用を重ねた短弁が発生した。重建文苑八葉短弁連下文と呼ばれる、このタイプは641年から造営された、山田寺にちなんで、山田寺式と言われるが、日本の各地に広く分布していることが特徴で、 機内から直接あるいは二次的に広がったと考えられており、古代地方寺院の成立の手がかりと考えられている。七世紀中頃に創建されたと考えられる河原寺では、外縁にノコギリの葉のような文様を配する巨子文苑と、使用が二つある伏弁が発生した。この巨子文苑八葉伏弁連下文は、河原寺式と呼ばれ、全国に広がった。 伊勢国ぬかたハ寺や筑紫国関ンゼ音寺からは、川原寺と同じ工房で作られた瓦が直接運ばれたと考えられ、山城の国高来寺では同伴であるが、制作方法が異なる瓦が出土しており、半だけが流通したものと考えられる。同様に同伴で異なる制作方法で作られた瓦が、大見国南首河廃寺などから出土しているが、こちらの方が、 川原寺よりも古く、川原寺式は、大見で発生したとする研究者もいる。このように、河原寺式が、全国に広がった理由は定かではないが、蜂が進むの、人心の乱で、大甘王子に味方した勢力に許された、ガト文様とする説は著名である。これ以降、福弁連下文は、多くのバリエーションが生まれ、奈良時代まで主流なガト文様となる。 古代寺院特有の瓦として守備がある。守備は宝光寺からも発掘されており、瓦の伝来と同時に伝わったと考えられる。奈良時代には瓦製ではなく混同製に変わったと考えられ、出土例が少なく平安時代以降には守備は姿を消す。鬼瓦も瓦伝来と同時に伝わるが、初期は蓮華文で花形と呼称されていたと考えられる。これが、 邪気分に変化するのは8世紀頃で、統一白木からの影響が指摘されている。屋根を支える木部を雨から保護するために用いられたのが、たるき先瓦や桁先瓦などである。たるき先瓦は、近同性に桁先瓦は掛け魚に移り変わって姿を消したと考えられる。また、口述する宮殿や薬師寺や幸福寺など、平城京内の寺院では、 釉薬瓦が用いられることもあった。天示天皇は667年に大海に遷都するが、この時代この地域に限定して見られる得意な瓦がある。本瓦と構成は同じであるが、通常は緩やかな曲線を描く平瓦は平たく端部が垂直に立ち上がる大型、それに被せられる丸瓦の断面も角張った方形で、方形瓦と呼ばれる。これらは、 南シガハイジやアノーハイジで出土し、ガトウモンヨウも通常の真上から見たレンゲを異常化した、レンゲ文ではなく、横から見たレンゲを異常化したガワシ系レンゲ文である。この河原は、中国大陸や朝鮮半島に類型がなく、なぜ限られた期間、限られた地域に現れたのか分かっていない。寺院以外への波及いらかむね694年に、遷とした、 藤原家に営まれた藤原軍は、初めて宮殿に瓦が吹かれた例である。この際に使用された瓦は、機内周辺の複数の窯で作られたことが分かっており、その製作方法などから瓦の生産体制について考察が行われている。これ以降は宮殿に瓦が吹かれることが定着するが、俗に本機によると、平城宮の遠い板殿には、瑠璃瓦が吹かれたとに記され、 平安宮では、大極殿などの中枢建物には、緑色の釉薬をかけた瓦が使われていたことが、出土品から分かっており、釉薬瓦が、朝廷の権威を象徴するために用いられたと、考えられている。なお釉薬瓦は、全面ではなく軒先や胸など屋根を縁取る部位に、使われたと考えられている。またそう瓦武器とされたのは成長のみで、居住スペースであった代理は平ら武器で、 胸が、イラカムネであったと考えられる。貴族の邸宅においては、奈良時代と平安時代では、様相が異なる。俗日本記によると724年の大乗乾燥に、当総霊にするために5位以上の貴族、可能であれば、庶民も瓦武器、朱塗り、漆喰仕上げの建物にするようと、瓦武器が奨励されており、長屋を邸宅には発掘調査から、 そうかわらきの建物があったことがわかっている。平安時代では、伴え、大名言言葉などで描かれる、高級貴族の邸宅は日和田ぶきに、イラカムネで描かれており、発掘調査でもこれが裏付けられている。演技式巻34では、建物の規模に対して、胸に乗せる瓦の量を規定しており、建物の規模に応じて、格付けをする目的で、 胸の瓦を高く積んでいたと考えられる。地方への広がり7世紀頃に、地方豪族による宇治寺創建に伴い瓦も広がってゆく。作り瓦技術は、中央から広まるルートの他に、中川町常坊寺廃寺の南朝系小白木瓦、日立大田市役谷廃寺の高栗系瓦、府中市系諸廃寺の統一白木系瓦など、自東基のトライ任意廃などにより、 直接技術がもたらされた可能性が指摘されている。奈良時代に国分寺や国画などで瓦が用いられていくが、その研究によって、武蔵国分寺では作り瓦体制や税制、多賀城では中央集権国家の地方展開、山陽道の液化制度などの考察が行われている。なお国画で瓦吹武器とされたのは、成長よりも焦燥などの特に重要な倉庫が多かったと、 考えられている。鬼瓦とその上に乗るトリフ鳥襖中世では、なんと焼き打ちからの復興で、瓦需要が急増する。東大寺は、備前国などから瓦を搬入するが、幸福寺は、山戸国の瓦港に制作をさせ、彼らが山戸の瓦生産を主導するようになる。鎌倉時代に至り、リケ瓦のガトウモンは、レン文はほぼ姿を消して、密どもえ文が主流になり、 近世に至る。軒平ひのガト文様用は、平安末期に成立した、剣頭修羅文が流行するが、それも、時代を追って、下校院国剣頭文から、下校用国剣頭文、上校用国剣頭文へと変化する。また中世では、河原は、様々な改良が行われるようになる。長元による東大寺再建などで用いられた。 軒平瓦には、裏面に瓦座に引っ掛けるための突起がある。14世紀後半から15世紀中頃にかけて、かかりの瓦が登場する。かかりの瓦とは、軒平瓦では、ガトーブ両端あるいはオーブ側外苑に、髪型の突起が、軒丸瓦では、丸瓦部の内側に突起を持つ瓦で、両者が噛み合うことで瓦がずれるのを防ぐ工夫と、考えられる。 中世に生まれた瓦は、その他に鳥スマ、カリブリ瓦、諸原的なシャチ瓦などがある。また、室町時代には、鬼瓦が、ハンデをしたレリーフ上物から、今日イメージされる立体的な造形に変化している。伏見城の金箔瓦がと思うように、池田家の家門があしらわれた敵水瓦食法器は、瓦が大きな転換器であったので、本記事では、独立した時代として扱う。 食法期以降は、大名の権威を誇示する目的で城に瓦が吹かれるようになり、需要も急増する。城に瓦を吹く、最も早い例は、多門山城とされるが、安土城の築城にあたり織田信長が一貫に命じて、城郭専用の瓦を作成させたことを契機に広く普及したと考えられる。食法期の瓦で特筆すべき点は、金箔瓦である。 金箔瓦の発生が、安土城であるか否かは検討の余地があるが、これ以降の金箔瓦の起源は、安土城にあると言える。技術的には、金箔瓦は、画頭部に漆を塗って、金箔を固着させたもので、安土城では、画頭文様の地になる部分に微細な金箔を巻く、漆巻き技法、豊臣政権以降では、画頭文様自体に金箔が張る。 白尾し技法が用いられた。金箔瓦は、自行為として採用されたと考えられ、豊臣秀吉は、大阪城の他関東を囲む要衝の城に、用いている。近世では、山形城や仙台城などの一部大名の居城や、加賀藩前田家や徳島藩を蜂須賀家などの江戸屋敷で、使用された。また今日イメージされるシャ地瓦の形状も安土城が、 初めてだと考えられている。熊本城や姫路城など分録、慶長の役に参加した大名の城には敵水瓦が採用された。記録には残されていないが、朝鮮半島出身者が関与していた可能性が指摘されている。また丸瓦の上下ジョイント部分などを漆喰で固定する手法もこの頃発生したと考えられる。諸島においても瓦は、付けとして用いられ、 江戸では、大名でも使用が制限されてきた。しかし、1657年の明暦の退化後に、幕府は、河原吹屋根は国持ち大名でも控えるべし。ただし土蔵は許すとしたのを宣鞭に、防火対策として、河原屋根の使用を許すようになる。また一部の大名が、軒丸河原の画頭に家門を使用するようになる。家門河原を使う大名は限られており使用するには、 幕府の許可が必要であったと考えられているが、江戸時代後期には、旗本や、公家も使うようになる。この頃、瓦の材質や製法が多様化する。いぶし瓦は釜焼きの子工程で酸素を遮断し炭素を吸着させる瓦で、城閣や寺院で用いられた。歓迎地では、当該対策として釉薬瓦が用いられ、鉄分の多い釉薬をかけた越前瓦や赤瓦が、 有名である。塩焼き瓦は、西三河で生まれたとされ、釜焼き中に塩を入れることで瓦の表面に膜を作る瓦で、色が赤褐色になる。これらは、いわゆる血瓦の発生で、現代でも生産が続けられているものもある。またこの時期に生まれた瓦としては、違い瓦、菊丸瓦、生子瓦などがある。素材としては、瓦状の木材に、 銅板や円板を巻いた金属瓦、石材を瓦状に加工した石瓦が現れる。銅瓦は駿府城、江戸城、日光東照宮など徳川や鉛瓦は金沢城、随竜寺など前竹で用いられることが多く、石瓦は尺谷石を用いた丸岡城が著名である。町屋への普及と三瓦産瓦防火対策としての 瓦はやがて町屋にも普及する。16世紀中頃に描かれた、落中落外図では板吹きであった町屋も江戸時代の、落中落外図では、本瓦原吹きの土蔵が見られるようになる。徳川吉宗は、町中武進にあたり河原屋根にすることくしからずっとして、町屋に瓦を吹くことを解禁し、瓦原吹きなどの改築を行うと区役金の免除などが、しばしば実施された。 18世紀後半には町屋に瓦が普及するようになるが、その要因の一つは、三瓦の発明である。三瓦とは、平瓦の側面に丸瓦に変わる円がつくもので、軽量で安価に生産できた。三瓦の出現について、最も知られているのは、西村平米の発明とする説で、1674年に、大見国音上司の瓦工であった西村が、 日よけ瓦を改良したと、西村由衣書書に記されていることによる。別説としてモースは、オランダの三瓦との類似性を指摘している。三瓦は町民のみならず板書などの簡易な、上郭施設においても用いられるようになる。瓦の製作には、瓦用の態度を作る工程、瓦の形に整える、整形の工程、釜の中で焼く、焼成の工程に分けられる。 それぞれの工程にも時代ごとの特色があり、画頭文様と組み合わせて形式分類が行われている。平瓦桶巻作り、一枚作りの平瓦桶巻作りの瓦には桶の跡が認められる。平瓦の成形平瓦の成形平瓦作りには大きく桶巻作りと一枚作りがある。桶巻作りはくだらから伝来した成形方法で、 朝鮮半島や沖縄では20世紀中頃までこの方法が伝わっていたが、日本では8世紀の平常 o の作り瓦で一枚作りが発生する。さらに一枚作りは古代では、凸型段一枚作りであったが、中世になると、大型段一枚作りと凸型段四枚作りに発展。近世では、大型段一枚作りになったと考えられている。桶巻作りは、 桶状の型の外面に、型離れを良くするために、麻布を巻き、これに、粘土板を巻き付け、これを叩き具で整えて、四内紙三つに割って成形する方法である。こうした作業で製作された瓦は、特徴として突面には、叩き板の跡、凹み面には、布目が残るが、厚生になるとヘラなどで整える傾向にある。類似する成形法として、桶型ない巻き作りがある。 通常の平瓦は多面に布目や圧根、突面に叩き目があるが、これが逆になっていることが特徴で、川原寺などから出土しているが類例は少ない。突型台一枚作りは、突型の成形台に粘土板を置き、叩き板で成形した上で、規定の寸法に整える方法。一本作りでも、成形台から瓦を剥離しやすくするために布を用いていたが、 13世紀から16世紀にかけて、離れ砂を用いる手法に変化していく。この特徴より、古代の瓦のことを布目瓦とも言う。また近世頃から、画頭部には金雲母の粉末を用いることもあった。平瓦の特徴として突面に見られる叩き板の痕跡がある。叩き板は、成形時に用いられる顎板状の木製品で、表面に、 荒縄がついていたり格子状の彫り込みや時には文字が刻まれていたりする。こうした痕跡は瓦工の特徴の一つとなっている。軒平ひら瓦桶巻き作りでの軒平瓦は、円筒型に成形した時点で粘土紐を巻き付けて、回転して成形していたと考えられる。一枚作りになると成形台で整えた平瓦に、下頭部の粘土を継ぎ足して成形するが、11世紀後半。 頃から、平瓦端部を折り曲げる折り曲げ技法、平瓦の胸端部に粘土を加えて、厚みを作る顎張り付け技法、別に作った、下頭部を接合する、下頭張り付け技法が方法が現れる。こうした変化は、地域差が強く、泉や摂津では中世以降一貫して、顎張り付けであったが、山と、京都、鎌倉では13世紀中頃からで、 ガト貼り付けであったのが16世紀から顎貼り付けに移行する。また顎の形状により、直線顎、断角、曲線顎などとする分類もある。丸瓦丸瓦の成形丸瓦は、円筒状の木型に、型離れを良くするための麻布を巻き、これに、粘土板を巻いて、叩き板で成形した後にヘラで入念に叩き目を調整して整えて、半分に割って成形する方法。 木型は稀におけ状のこともあり、この場合は凹面に枠板根が残る。成形方法に変化や特徴の少ない丸瓦であるが、玉縁部の成形方法は時代によって移り変わりがあり、古い方から丸瓦部を木型で成形した後に玉縁部を粘土紐で付け加えて回転させながら成形する方法、木型に玉縁部があり玉縁部、丸瓦部の順で、 別の粘土板を巻いていく方法、木型に玉縁部があり一枚の粘土板で成形した後に玉縁部の型を粘土紐から成形する方法に変遷すると考えられている。軒丸瓦画頭の接合剣丸瓦は円盤状の画頭部を丸瓦に接着する接合式と丸瓦部と画頭部を一体で成形する一本作りがある。接合式は古い製作法で 接合のさせ方により、接着式、保存穴式、引導式などと分類される。接合を強化する方法として発生紀以降は、厚いが通り面に大量の粘土で補強する手法が取られ、結果として、接合部がガト頭中心に寄っていくという特徴がある。一本作りは型により縦置き一本作りと横置き一本作りがある。 縦置き一本作りは7世紀後半頃に用いられた円柱形の型に粘土を巻き付けて円筒形の丸瓦ブと画頭部を一体で作った後に不要な丸瓦ブを取り除き画頭部に版をスタンプのように押す方法横置き一本作りは8世紀中頃から現れる画頭部と半円筒が一体になった横向きの型に粘土を貼り付けて画頭部に版を スタンプのように押す方法である。縦置き型一本作りでは、ガトーブリ面に布を袋状に絞ったような跡が残り、横置き型一本作りでは、型からはみ出た布を折りたたんだ跡が残ることが多い。地下式誘拐誘弾のボリガマ有床式、平ら用瓦の釜は、大きく分けるとのボリガマと平ら用がある。また構造的には地山を、 トンネル状にくり抜いた地下式と地面を掘りくぼめて粘土で天井を加工した半地下式とに分けられる。6世紀にくだらから伝わったのは地下式のぼり釜であったが、7世紀末の藤原宮造営機に半地下式平ら洋が登場する。しかし急激に移り変わるわけではなく、両者が並存し使用された期間も長かった。 発生期後半にあり床式タイラー用が登場すると中世まで主流となる。窯の構造は大きく分類すると燃料を入れるための焚き口、燃料が燃える燃焼室、製品を焼成するための焼成室、燃焼ガスを排出する沿道に分けられる。上り窯は焼成室の床に勾配がある窯で穴蔵用とも言う。作り瓦技術ともに伝わった最初の瓦窯は 地下式誘拐誘弾のボリガマと呼ばれるタイプである。水液用と異なり燃焼室と焼成室の間に、貝と呼ばれる段差を設けて、室を区分している。また焼成室の床は階段状になっている。また徐々に温度を上げる、水液用に対し、画用は時間短縮のために急激に温度を上げるために、燃焼室の勾配が急で、30度から40度である。 小生室の幅は奥に行くほど狭まっていて、煙突効果を利用して、効率よく、妖内に熱を送るようになっている。また、金星になると釉薬瓦を生産する瀬戸美の系では、陶磁器用の連合式のぼり窯でも生産されるようになる。平用は小生室の床が水平である窯である。藤原宮の作り瓦を行った日、高山画用が,が最古のものとされる。 これを改良した平ら用があり床式平ら用である。特徴は小成室に瓦を置くために床と呼ばれる台を数列設けていることである。床の両脇の溝が炎道となり燃焼室で生じた高温の燃焼ガスを流すことで効率よく製品周囲の温度を上げる。燃焼室と小成室の間には段と障壁があり、障壁に設けた分、炎穴から この道に燃焼ガスが噴き出すようになっている。また近世には滝口を両端に有するダルマ用が出現した。なお、史跡などで霊霊ー跡などと称されることがあるが、それらは作業場や灰原を含む窯を中心とした工房跡であることが多い。そのような作り瓦工房は歴史的には作り瓦所、瓦屋などと呼ばれた。はやぶさのぼりが用跡。 赤穂木画用跡、河原宿川跡、天草画用跡、万富東大寺画用跡、伊良子東大寺画用跡などがある。河原港とは河原生産に従事した職人のことである。長い歴史の中では河原城長港、河原大工、河原市、河原町などとも呼ばれたが、本記事では河原港で統一する。七世紀前半までは、 複数の河原工集団が窯を共有して継続して操業を行い、窯は河原と兼業であったと考えられる。また河原の生産地と供給地が離れている例が少なくない。こうした特徴は河原工の人数が少なかったことを示すと考えられる。7世紀後半には地方寺院の混流が始まると河原工集団は需要に応える形で移動し、 近隣の河原釜で生産が行われたと考えられる。藤原宮の造営で需要が急増すると、地方の河原港組織に、その生産を担わせるようになる。藤原宮の河原は、佐抜国、淡路国、大海国から供給された。8から9世紀に至ると、寛容体制が整い、地産地消が行われた。旧都を担当した役所が管轄する寛営の工房。 何との大臣が時給を行うための増寺市の管理下の工房、国画が管理し国分寺や国画で使用する河原を供給していた工房がある。国画系はそれ以前に地方寺院の混流に携わっていた河原工が中心となったこともあったが、中央管画系から派遣された河原工によって再編されたとされる。こうした工房の間で人的移動を含む交流があったことは、 ガト文様や一枚作りなどの製作方法の電波によって想定されるが、これを中央から地方へ河原港が出張したと見るか、中央での労役を終えた地方の河原港が地元に戻ったと見るかは、説が分かれている。なお、焦燥院文書などによると、この頃の河原港は河原作港、河原焼港、河原吹港などに分業化されていた。律令制が崩壊する。 平安時代後期には、再び遠隔地から河原が供給されるようになる。特に、泉さんの河原は、山城国や鎌倉に多く搬出された。12世紀中頃に、道の国,国平泉の欧州藤原氏が、山城国の河原港を招聘した例などを宣弁に、中世では、中央漢画系、なんと寺院系の河原港が、地方に出張して作り河原する例が現れる。彼らは、 自営独立した世襲制の専業職人集団で生業として移動したと考えられ、古代の河原港が政治的関係で移動したのと本質的には異なるとされる。また、中世の河原港たちは自らの技量を誇るようになお河原名に残した。最も有名なのが14から16世紀に機内で活躍した立花一族で、立花の正茂や国茂。 義重を排出している。食法器に上郭で瓦が用いられるようになると、瓦の需要が急増し、これを供給するために大名が瓦公集団を抱えるようになる。坂本城や昌龍寺城などの織田信長家臣団の居城では同伴瓦が確認されており、信長直属の瓦公集団がいたと考えられる。 豊臣政権の築城では大名に不信を分担させるようになるが、河原公集団も大規模な編成が行われ、河原五大工と呼ぶ、総責任者のもとで異なる流派が協業したと考えられる。また、江戸幕府の御用河原氏として、有名な寺島家の遺書書には、徳川家康の指示で各地で河原を生産したと伝わっている。近世になると、格上化町で、 河原生産が行われるようになり、地瓦が生まれる。各地に河原町などの地名があるのはその名残である。琉球においては、グスク時代に河原が登場したとされる。中世の琉球の河原は、高来家瓦と山和系瓦に大別され、近世には民宿系瓦も生産された。河原の形状としては、本河原の他に S 字系瓦もある。沖縄では平瓦を、 ガーラ、丸ガーラをウガーラ、のきひらガーラをヒゲガーラ、のき丸ガーラを花ガーラともいう。琉球最古の瓦は、季遊年後来ガーラ匠作りの名文が片押し、された後来系ガーラとされており、後来の瓦校によって作成されたともの、考えられている。季遊年については、1153年説、1273年説、1333年説がある。 河原の湿度は、浦添市と那覇市に集中している。高麗系河原は、浦添城、山和系河原は、勝蓮城、崎山宇たを中心に影響が見られ、それらの分布などから、グスク時代後半の政治、経済状況が推測できるとする説もある。15世紀に、琉球王国が統一を果たすと、およそ2世紀にわたり河原生産は途絶えたとされる。 高来系瓦の特徴は、軒丸瓦の画頭文様に、鰹節おぶし状壁や Y 字型壁を有するレンゲ文が用いられ、軒平瓦の画頭文様はレンゲに唐草を巻きつけたような文様がある。山和系瓦の特徴は、軒丸瓦の画頭には、ともえふみ、の平瓦の画頭には、唐草文を用いて、製作技術として一枚作りの影響が見られる。前述のように、 琉球の瓦生産は約2世紀にわたり中断して製作技術も断絶するがその理由は定かではない。また、青春実録に記載された朝鮮半島から琉球に漂流した人物の記録に数が少ないものの中国人居住区などに瓦屋根があると記されていることや14世紀末から15世紀中頃に製作されたと考えられる。 裏添えエれで発見された石寿司に瓦を模したレリーフがあることなどから完全に失われてはいなかったとする説もある。島瓦民式系瓦は、いわゆる島瓦のルーツと考えられる瓦で、その製法が秋代の天候怪物に記載された作り瓦法と告示することが名称の由来である。琉球国由来期と九尾には昭栄王の第に 中国からの都来人の土会式サブローが、タマバ橋で作り瓦を始めたと記されており、民宿系瓦の制作は16世紀中頃に始まったと考えられる。17世紀後半には千葉名、宝くワ枠田にあった瓦釜がまが、壺屋用に統合され、当初は灰色瓦であった瓦が18世紀前後に赤色瓦に変化していく。このような赤瓦は、 小生時に窯を密封せず参加焼成を行うことで生まれる。なお、アクタカマートは平ら用で中国式の半島、炎式馬亭用とされる。民式系瓦は、瓦トは敵水瓦でボタン文様が多く、瓦と瓦の隙間に漆喰を塗る瓦餅も特徴の一つである。こうした瓦も一般建造物への使用は厳しく制限されたことが記録に残されており、 瓦原吹きが一般に普及するのは1889年以降とされる。ただし17世紀頃には倉を瓦原吹きにするように指示する記録もある。また宮古島でも1740年に瓦窯ができた記録があり、宮古式瓦の制作が始まったとされる。宮古式瓦は平河原の突面にヘラで描いた文様があることが特徴だが理由は定かではない。 ガトウモ様は異常化されたボタン文様である。石垣島では1695年に瓦原釜ができた記録がある。ガトウモ様はかなり異常化されたボタン文様で幾何学模様のようにも見えることがある。ありがとうございます。